皆さんこんにちは、ウェルカムトゥザシアターです。今日は久しぶりに、洋画のホリプロファクトリースタジオにやってきました。今日から、お芝居の方も1年ぶりなんですけれども、恋の最終便、去年の夏に、パルコ劇場で初演しまして大変好評をいただきましたので、嬉しいことに今年パルコ劇場で、早速再演ができて、しかもその後1ヶ月ちょっとにわたって全国公演ができることになりました。僕としても恋の最終便とお芝居はやり始める前とやる途中とで非常に自分自身にとって違うお芝居に見えてきて、演出家としてもそれから俳優の皆さんもそうだったと思うんですけれども、先入観というかこの芝居こういうお芝居なんだよってあらかじめ言われてたものと全然違う芝居に仕上がって、しかもそれが自分たちにとっても非常に面白い体験だったし、お客さんにも喜んでいただけたので、こういう機会が早々に訪れたことを大変嬉しく思っています。恋の最終便は現代はラストオブレッドホットラバーズ、燃える恋人たちの終着駅っていうんでしょうか。ニール・サイモンが1970年代の頭の方に書いたかなり古いお芝居なんですけれども、ここに書かれた人間の心のありようとか都会生活のライフスタイルの感じとか、そういうのが今の東京にまさにぴったりという感じで、本当に昨日書いた芝居のような感じで見ていただけるんじゃないかと思います。パルコハイコメディシリーズ第3弾ということで、パルコハイコメディといえばもちろん、主演は細川俊之さんです。そして細川さんを囲んで久野明子さん、小村博さん、そして今回は新たに松金米子さんが参加してくださって、3人の女性との非常にユニークな恋の冒険が綴られます。というわけで、洋画の稽古場に再集合して、もう初めての日なのにちゃんとセットもできてます。この作品はそもそも細川さんが、一幕のラストにあるバーニーの、胸が裂かれるような素敵なって言っちゃっちゃ軽すぎるようないいセリフがあって、それを言いたい、それを本当に実感を込めて喋りたいっていうところから発したプロジェクトなので、細川さんにこの作品に対する思いをまず語っていただきたいなと思います。あれをこの本を初めて読んだ時ちょうどやっぱり47歳この主人公と同じだったんで、実に実感として感じたんですけども、そうですね、これハイコメディシリーズの3弾なんですけども、前作の2つに比べるとそんなにいわゆるゲラゲラ笑う芝居ではないという、実に真面目なお芝居ですね。本当にね、テーマはもう自分が死ぬかもしれないという、いや死をもう自分で自覚した人間というか、それが何かもう一つ何かときめきたいと思うことから始まるわけで、ほんでまああれですよね、前編通して流れてるのはやっぱり人間ってどうしてもそのどんなに世の中がドライになろうが、はちゃめちゃになろうが、その本当の真実の心の通う愛というものが なくては生きていけないという、それが僕の人物はとっても真面目であるから、それを真面目であるから真面目でやるほどある人には滑稽に見えて笑えるだろうという、そういうとっても高いレベルの喜劇じゃないかという気がするんですけどね。ちゃんと生きてきた人じゃないと笑えない。笑えないですね。生きてきた人なら逆に言えば絶対おかしくもあり悲しくもあり切なくもありっていうところで、まあいわゆる解説書的に言っちゃえば真面目一方で、一生懸命生きてきた中年男がこのまま本当に自分は何事もなくしく一生終わるのかと思ったら、やむたともたまらなくなって、一生一度でいいから熱い恋をしてみたいで、彼の人生最大の冒険として浮気を試みる、その3人の女性に、久野明子さん、そして小村博さん、そして新しく松川の米子さんが、加わってくださったわけですけども、見事にタイプの違う3人の女性と、全部浮気をトライするんだけど失敗するっていうところからこの芝居の稽古に入ったんですけれども、だんだんそれが
いや、これ実はその単純な意味での最終目標であったセックスには至らなかったけれども、人間と人間が触れ合えたっていう意味ではこの不倫は成功したんじゃないかっていうふうに読めてきて、そこら辺にこの作品のヒューマンコメディとしての価値が、このディスコミュニケーションの時代と言われたアメリカの70年代、それが今の混乱している90年代の日本を見事に照射してくれているような気がします。でその中で、劇団四季のミュージカルのプリンセスとしてたくさんの作品に主演してこられた久野さんが、今までのイメージとはガラリと変わって非常にセクシーな、奔放な、グズグしないで早く一発やるならやってと叫ぶような女性をやってくれてます、久野さん。はい、私これはあの去年の6月の再演なんですけど、去年の6月はもう本当に私やったことないような役柄だったんで、あの自分の引き出しにセクシーっていうのはなかったもんですからどうすればあのセクシーになれるのって男の人に聞いたりなんかして、あのでも最終的にはまあ私も女性でよかったなみたいな、あの去年の6月終わる頃にはそういうふうに思えたんで、今度はなんかあのもう一歩先のね、うん、なんかセクシーな女性で突っ張ってるけどちょっとかわいそうだなみたいなね、うん、あの結局、うん、バーニーとはあの意見が違ってその場を、うん、あの蹴散らして去っていくんだけれども、バーニーの痛みもわかるし、でも生きていくのはやっぱり自分で何かを決断して選ばなくちゃいけないんだから、私は私のこの生き方よって言い切る、そのなんか言い切る女の人の悲しさみたいのがね。そう、うん、わかります、うん、女性は強くなったって言うけど、あの現代の社会の中でやっぱり強いって言われても一生懸命突っ張って生きてるわけで、うん、そこら辺のね、うん、ギャップというか屈折が出るといいですよね、うん、本当にかわいくて危なくてお茶目で、男としてはこんな子一人でフラフラ街の中に置いといていいんだろうかと心配になるようなかわいい、女性を演じてくれます。はい、いやでもなんというか自分がやっててとにかく言葉にするまでに至る彼女の思いっていうものが限りなくあの深いものがあるなって読めば読むほど今日改めて読まさせていただいてすごく感じましてね。でふと改めて私の言葉っていうか胸に来たのが生きているっていう言葉なんですけどね、うん、やっぱり、うん、私たちの年代なんでしょうか、なんかどっかで生かされてるとかこうもう与えられるものとかものがありすぎてるんでね、うん、なんか自分は生きていたいと思う前に生かされてるっていうことばかりが多くて、本当にそういう時に一番人間じゃなくなってるなっていうのも悲しいことですしね、うんうん、そこで彼女自身ボビーちゃんっていう子は生きたい生きたいって思えば思うほどなんかいろんなものに手出しすぎちゃってね、逆のパターンで本当に生きてることっていうのは自分自身いっぱいありすぎてつかめてないような女の子だから、そういう出し方っていうのは私自身の経験で言えば本当に彼女までいろんなことを経験してないと思うし、まだまだやりたいこともいっぱいある中で私自身の中では生きていたいと思う方が先だった、でも彼女自身は先に手をつけすぎちゃって自分自身を忘れちゃってるような、うん、それもいろんな表し方があるって思うと、その時々の空気によって言葉も違うし、相手がいることによってその生まれることも違うと思うと、まあ、今回いろんなところに行ってあの講演させていただくにあたっては結構その日その日に違うボビーちゃんが出ちゃうんじゃないかなって私自身思えてすごく楽しみにしてるんですけどね。なるほどね。そのトガキによると西半球で一番暗い女っていうのをなぜ松金さんが言うんだろうっていうあたりから松金さんの、
感想を聞いてみたいと思います。そうですね、本当にこの役を私にっていうことは本を読んで一番びっくりしたのは私じゃないかと思うんですけどただ自分の中にすごく暗い部分がありまして、落ち込み上手の米子と言われて芝居の稽古で必ず一度はこうドツボにはまるというのをで今度はそうなるかどうか、本当に暗くなってしまったらお芝居どころじゃないんですけれども、ただその自分の部分みたいなものを思い出しながら、それとなんていうか、この私のやる女性はとっても最初に本をいただいた時になんてわがままな、人なんだろうと、この3人の女性みんなわがままなんですけれど、自分勝手なんですけれども、一番わがままだし、こんなにこんなことで悩むなんて、この大変な世の中にこんなことで悩むなんてという気がして、とても最初は好きになれないで、細川さんのやるバーニーにすごい共感を感じたんです、でその男性が選んだ女性、この勝手な女性をこの自分の中で組み立てるのにすごく今もまだ全然わからなくて、皆さんにご迷惑をおかけすると思うんですけれども、死の淵に沈んでいる観客を想像する、そして首をガクンと落とす、そして最後に息を吐く、そんなことしてるうちに怖くなって睡眠薬を2錠飲む、だってそうしなきゃ怖くて怖くて眠れないんだよ、でも死からは逃れられない。さて、毎年夏といえばミュージカルのシーズンで、宝塚歌劇、そして帝国劇場ではオリバーが、可愛い子どもたちで人気を集めていますけれども、夏の名物、ファミリーミュージカルの代表っていうとやっぱり日本ではピーターパンということになるんでしょうか。外国では、クリスマスシーズンに上演されることが多いんですが、日本では榊原郁恵さんがずっと夏に演じられてたこともあって、なんか夏の名物という感じで定着してしまいました。福田義行さんが、日本のオリジナルバージョンを作られて、それからその後、僕が、2つ目のバージョンを作らせていただいたんですが、同じ台本と同じ音楽を使いますが、今度は、加藤直さんが、新しいピーターパンを、ファッショナブルにお送りします。洋画のホリプロのスタジオは今日は、僕のお稽古と加藤直さんのお稽古がお隣同士でやってます。ピーターパンとそしてファルコの恋の最終便です。このお稽古はなかなかいいお稽古なんですけど、こう全然ゆとりがないというか控え室みたいなのがない、これが唯一の欠点で、僕らよく階段でお話をしたりしてるんですけど、で今日は、超スペシャルで入ったことのないところに入りました。これは、スタジオの上にあるホリプロの女子寮の玄関です。ここは男の子入れてくれないんです。あ、そうなの、うん、僕たちはもう安全無害だろうと、それもあんまり良くないから入れてくれないまあそんな話はさっと置いて、ピーターパン2人ちゃんと見分けつくようになりました。あ、まだダメですね、間違えると結構怒りますからね、気をつけてください。わざと中間を見てね、なんて言うのね、そのうちね、切り離しちゃおうかと思ってるの。ああ、その方がいいかも、いつも一緒にしないでね、みたいでね、それ、なんか頼り合ってる感じもある、良くも悪くもある、あります。だから葵さんの時どうだったかなって聞こうと思ったんだけどね、すごく競争心もあるけど、やっぱりずっと一緒に来てるから、やっぱり僕たちの想像もつかないほどの結びつき方をあるみたいですね。そうですね、だからそれをちょっとね、わざと妨害してみようかなっていうのをちょっと思ってます、ね、孤立させられるってことはほとんどないんですよね。なるほどね、一人になってもどっちかがフォローしてる、遠隔操作で、もうそういうのがもう身に染みてるから、本当に君は一人なんだよって、そう、そういう風にしてみたいね。なるほどね、そうかそうか、まあそこはもう行っても大丈夫だと思います。そうですか、もう彼女たちも今年二十歳、19か二十歳みたいです ね、うん、僕らも本当になんか高校生って感じで初めて会った時は、焼肉が珍しくて嬉しくてっていうようないいね、部分でね、今でもさ、先生お腹空いた後で焼肉って、焼肉ってそのノリは変わってないっていう。あ、そうですか
そういう子たちなんですけど、でも今年は新しいピーターパンということで、加藤さんがどんな新しさを出してくるのか、もう例えばポスター拝見しても白い衣装を着てるっていうだけで、うん、これはもう世界中でも珍しいでしょ、うん、かもしれませんね。多少何があっても一応緑を着てると思うんで、ね、そう、うん、今日ね、はい、青井さんとお会いできるって言うんで、まあ一つは楽しみにしてたのはね、つまりその青井さんが前おやりになって、その前にまあ福田さんがおやりになって、あるいはまあもうブロードウェイでも随分やってて、はい、名作というふうに、で僕は割合こうそれは全然もう否定する気もなくてね、うん、あれはあれでやっぱりこう名作だったなっていうふうに思うのね、はい、それでまあやっぱり、今度どうだろうっていう時にやっぱりもうあの良さの古典の良さ、あれ古典の良さって言っていい品、うん、じゃなくてですよ、でそういうのはもう作りになっちゃったからね、青井さんたちが。だからだったら何がもうちょっと今度はそれから自由になってできるかなっていうことを考えさせてくれるっていうのが、まあ今度 の、うん、大きいこうテーマなんですけど ね。その時に今青井さんすごく今好意的に言ってくれたさったからすごく嬉しいんだけど、白っていうのもちょっと大胆かなとも思ったの、うん、だけどすごく理屈を言うとね、うん、つまり大人になりたくないピュアでいたいという、はい、あの少年っていうと、まあ、白っていうのが割合素朴に考えられるかなと、うんうん、それともう一つね、同時にね、白っていうのは何にでも色が染まっちゃうでしょ、はい、でこの際どさが出るといいかなと思うんだけど、俺はちょっとまあ自信はないのね、すごく、うん、微妙なところでしょうね、うん、そういう、うん、そうなんです、だそこをね、うん、ちょっと攻撃の白って呼んでるんだけどね、うん、俺はまあ、かっこつけてね、うん、例えばベニスに出してもやっぱり白だし、そうなんです、それから日本のね、例えば文学に出てくるんでも、うん、あのやっぱり白の解禁シャツに、そうですね、なんとかってね、そうですね、その伝統的な美少年の、うんうん、やっぱり純潔、そういう感じで、うん、行ってみようかと思ってたのが思いつきなんですよね。僕はなんていうか新しさをっていうふうに僕の時にも言ってくださったんだけど、うん、あのピーターパンに関しては今日新しくても明日古くなっちゃう類の新しさを追ってもしょうがないでしょうって頑固に言い張って、うん、その永遠に新しいっていう線を狙いますって言って、うんうん、オーソドックスでやるって言って、うん、僕はその線で押し切っちゃったんですけど、うん、ね、僕それね、全然皮肉でなくね、それ感じましたよ。そうですか、うん、だからあれはすごくこう青井さんのこう態度のよく言えば潔さ、うん、悪く言うとなんかあるかな、絶対思う、うんうん、でそういうのはすごく見えててね、意固地というか、意固地っていうかね、うん、だからそれはすごく一つ今演劇のさ、うん、俺たちの中での態度っていうのがはっきりしないからね、みんながね、そうね、こんなにこういろいろあるからさ、うん、そういう中でやっぱりあ僕が、うん、青井四字いいよっていう感じっていうのはそういうところにも、だからものすごく今日のテーマとは違うんだけどさ、どうせ会えるからこういう話するとさ、なかなかできない、頑張ってねっていう、ふう、意固地でいてねっていうか、そう、意固地で柔軟っていうのをテーマにしております。なるほど、だからそうだからね、その柔軟なとこをさ、あんまりこううまく世間にフィットさせないようにしてほしいっていうふうに思うんだよね、うん、俺はまあ、うん、僕はね、柔軟っていうのはどういうことかっていうと、うん、今日本でね、これって言われてる演出家はみんな自分のスタイルっていうのを持ってて、うん、で何をしてもその人のものに仕上がるっていうのが一流の演出家、うん、まあ厳密に言ってそうじゃない、まあね、そういう傾向がありますよ ね、ありますね、うん、でも僕は戯曲にはそれぞれ異なる様式、うん、リアリズムと様式性の配分があって、うんうん、どっちか片方だけっていう芝居はないでしょ、うん、芝居なんだから、うんうん、でそれのためにその配分を選び、それにふさわしい様式を選ぶことができるのが、うん、むしろ演出家だと思うんで、そのたんびに様式が変わるっていうところをね、うん、僕のスタイルにしたいな、うん、態度は僕全然いいと思うんだけどね、でもやっぱり青いスタイルっていうのはあるよ、そうらしいですね、全部僕、うん、全部拝見してるわけじゃないけどね、大体こうあなたの役とかそういうのはね、割合いろんなところでちょっとチラッチラッとこう読もうとしてるのね、そうするとねやっぱり青井さんのねスタイルある、でそれはすごくどっちかというと今いい意味で言ってるのね、ありがとうございます、うん、だからそれでもそのスタイルが逆になくなるといけない、ね、うん、なんか単なるやっぱり適当にうまい演出家って言われるようになるから、それは ね俺なんかまあわざとあなたは少し僕より若いけどさ、同世代って呼ばせてもらえばね、うん、すごくやっぱり同志的に思って、ああどっかで遠くでものすごく大事にしてる人もいるんだと思っててほしいんだよね、あるいは、うん、でもたまにはねやっぱり面と向かってやる仕事っていうのもね、うん、
やってみたいなっていう気も僕してて、幸い僕と直さんの場合だと演出と翻訳っていうのを取り替えっこしたりなんかしてね、やりたいね、一緒にやる。いやすごくで俺はだから今回さ、もうそういうこと今言っちゃっていいのかどうか分かんないけど、俺は堀内の役で行きたいんだっていうふうに言ってたんだけど、まあいろいろまあね事情もあるみたいだからそれは分かんないけどさ、まあ僕は 100% ねすっきり変わった方がいいんじゃないかっていう気がすごくして、そう音楽がさ、やっぱり少し古いでしょ、古い 時代がもう古いし、やっぱりいろんな人がまずうまくいかなかったんで後から追加してきたりして、ある種の統一感のなさとかね、ありますね、なんかなんでこれがここで今こういう感じって、例えばあのライザーになんで2回もソロがあるのかって言ったら、あれはエセルマンじゃないや、役者さんのメルマティの娘をデビューさせたかったからとかね、そういうご都合が向こうにもあるわけで、モーツァルトのオペラみたいなもんだね、それを全部こうする必要はないから、そうだね、だからそういうのはね少しこうじっくり青井さんに相談したいなっていうふうに思ってたとかあるで、青井さん どんなのがもうあの時やってみていらないと思ったとかっていうのをね、自分のセンスだけではねちょっとまたこれ偏っちゃうんでね、少しある種のオーソドックスなものでしょ、だから少しそういう平均的なこうね自分の見方みたいのもねしてみようと思ってたんですよね、だから少し知恵を一回拝借したいな。そう僕もだけどね、あのほらそろそろ著作権切れるでしょピーターって。あそうなんですか。何してもいいってわけじゃないけど、一生の終わりぐらいには間に合って、僕自身の新しいオリジナルピーターパンってね、最後に作りたいなって気もして、元祖ピーターパン症候群としては、そのこだわりだけは残しておきたいし、それへのアプローチとして、っていうか何かのヒントをきっと与えてくれるものだろうと思って、今回の加藤さんの新演出を期待してます、はい、なんとか少しはお答えしたいと思います。美しくまとめたところで頑張ってください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。8月はたくさんファミリーミュージカルがありますけども、今日は、ベニサンスタジオに、僕のシンデレラの稽古場をお訪ねしました。ハローマックミュージカルということで、8月の10日から30日まで、青山子供の城青山劇場で上演されます。少年隊のすぐ後なのかな。そうですね、で、主演は同じくジャニーズ事務所の中村茂樹君です。どうも。茂樹君もジャニーズでデビューした割にはすっかり舞台俳優になっちゃったね。そうですね、随分もう10本ぐらいやった。いやいやそんなにやってないですね。でも5、6本にはなるよね。去年随分多かったんで、多かったですね、まあ、再演も含めて結構あった。今年もなよたけやったし、なよたけ頭始まって僕のシンデレラってのはどんなお話なんですか。なんかロックミュージシャンですよ役は。あ役どころはそうなんですけど、まあ僕はそういう設定の役で、内容には直接関係してないとは思うんですけどね、アンズっていううちのサツイちゃんのやる役がね、いまして、もう本当に素朴な女の子の役なんですが、ちょっとこう自閉症気味の女の子で、あの登校拒否であったりとかなんかいろいろあって、それで結構自分の中に入り込んじゃうタイプの女の子でね、で漫画を読んでて、で漫画の世界に入り込んでいっちゃうっていう、ある日鏡を見てて、どっか私は遠いところにっていう感じの あってそれで鏡を振っていったら鏡の中から入っちゃって、で漫画の世界になっちゃう。でそれを追っかけてって救い出さないと、現代に戻れないので、へっていう結構だからなんかじゃあ終わりのない物語とちょっと似てるような、そうですね、入り方だね、だから僕のシンデレラというタイトルなんだけど、結構まあ冒険者っちゃ冒険者なんでしょうね。もうあのダンスとか歌とかもたくさん。僕はあまりね踊るところっていうのはそんなに多くはないとは思うんです。まだ振り付けのところはやってないんで。というわけで青山、少年隊のミュージカルから続いて、中村茂樹くんが僕のシンデレラで主演します。きっと楽しいミュージカルになるんじゃないかと思います。青山だけですか今回は。そうです。地方行ったりしない。そっか、青山がきっと成功すると大阪とか名古屋とかってきっとあるでしょうね。青山が終わると僕は23歳になります。本当に。じゃあまあ23歳になる新薬君から最後にメッセージを一言いただきたいと思います。夏休みいろいろと、まあ、さっきも言ってましたけれども、ファミリーミュージカルある中でオリジナルミュージカルでもうめちゃめちゃ多分面白い出来になると思いますので、皆さんぜひ劇場の方に足を運んでください。よろしく。
さて、ミュージカルを中心に8月はお知らせしてきましたけれども、ちょっとユニークな、舞踊あるいは舞踏の公演が、銀座のセゾン劇場で連続してあります。14日から19日がレボルシオン、カンパニーマギーフランというところの、まあ、マギーマランというところの、公演です。フランスから来たカンパニーですね。そして、日本で一番注目すべき人といえば勅使河原三郎さんですが、25日から30日まで、モンタージュという作品で、セゾン劇場へ登場します。どちらも、とっても楽しみですね。勅使河原さんは僕はまだ彼が高校生ぐらいの時にお家でお話したことなんかもありますが、この頃映像とか舞台で見てもあの子がこんな鋭いアーティストになったのかって感じで、よし負けないように頑張らなくちゃと、彼の姿を見るたびに思います。それから、一度ご案内したと思いますけれども、パルコ劇場での、無期限不規則ロングランラブレターズは、8月19日にその第1回目の公演を行うことになりました。1回目は大竹しのぶさんと、役所広司さん、続いて9月には、村井邦夫さんと佐藤織江さん、細川俊之さんと三田和代さんといった方たちの、公演が一晩だけ劇場の空いている夜を使って続いていきます。このあと10月はお休みですが、11月12月には、もう少し年齢層の高い、ベテランの俳優さんたち、今僕たちが積極的に働きかけているのが草笛光子さん、加藤春子さん、水谷芳恵さん、岩下志麻さん、桃井香織さん、加賀真理子さん、そして桜田淳子さんあたりまで、そして男性の方も尾形健さんとか、風間森夫さん、たくさんの人たちに、ぜひこの公演に参加していただきたいというお願いをしています。本当にどんな豪華な顔ぶれが、決定するか。11月の頭には、加藤剛さんと高知桃子さん、お世話になった俳優座の、コンビにもぜひ登場していただきたいと思って今スケジュールを調整していただいています。素晴らしいコンビが決まるたびに、またお知らせしていきたいと思いますが、とにかく第1回目は8月19日の大竹しのぶさんと、役所広司さんでスタートすることになりました。皆さんが見たいと言ってくださる限りこの公演は続きます。5年でも6年でもまだ20代でもぜひやりたいと言ってくれてる、嬉しい俳優さんたちもたくさんいますので、彼らがみんな30代になってできるようになるまで僕はロングランを続ける責任があるななんて思っています。ぜひお客様も、この公演を支えてください。よろしくお願いします。さて、賑やかだった小劇場の運動にもいろいろな変化が現れてきて、花組芝居から、笹井英介くんが離れたり、あるいは横内健介さんなんかがどんどん商業的な場での、戯曲にも手を染められたりして、なんかそういう方向からも新しい時代が近づきつつあるなという実感がひしひしと感じられます。そんな中でますます幅広く、楽しく、そして皆さんになかなかお目にかけられない裏側の楽しさも含めてお芝居のご案内をしていきたいと思います。Welcome to the theater。 切符のお求めは各チケットセゾンへお早くどうぞ。ではまた次回をお楽しみに。